価値観の違う人と向き合ったり対話をしたりすることっていうのはとても難しいし面倒くさいことなんですけれども、でもその面倒くささにこそ実は幸せがあるんじゃないか。石山杏樹と申します。一般社団法人シェアリングエコノミー協会というシェアリングエコノミーを普及する業界団体、そしてパブリックミーツイノベーションというミレニアル世代のシンクタンクの代表をしています。個人でもモーニングショーのコメンテーターをさせていただいたり、さまざまなメディア活動や新しい家族の形拡張家族というコミュニティを運営しています。まさにこのシェアリングエコノミーというのはプラットフォームエコノミーという新しい産業でして、まだそこに法律が追いついていなかったり安心して使えるというのにはまだまだ抵抗があったりする、そういった新産業です。そういった産業をどういうふうに環境整備をしていくのか、それを政府と一緒に連携したプロジェクトを行ったり、または同業界の企業たちを集めて取り組みを考えたりとか、そういった業界団体を立ち上げてその代表を今しています。新卒でリクルートという会社で人材領域の仕事をしていました。その時に感じた違和感が、個人がこう組織にある種依存していないと働けない働き方です。かたや 3.11 直後だったんですけれども、消費をして物を買うという、そういったサービスを消費するという形でなければ、なかなか生きづらい、もっと別の形がないのかなというふうに考えたことがきっかけでした。実は実家がシェアハウスでして、血のつながらないお兄さんやお姉さんに育てられました。そういった同じ屋根の下でいろんな人に助けられたり支え合ったり得意をシェアしたりする、そういった環境がある種一つの豊かな形なんではないかなというふうに思っていた、そういった経験があることも理由の一つです。今地球の環境問題が待ったなしの中で、今後50年当たり前に生きていく世代としてどうしたら持続可能な経済や社会の仕組みができるのかと考えた時に、この使っていないものをシェアするであったり、持っている人と必要としている人がつながってシェアをしていく、このシェアリングというのは持続可能な社会経済モデルに大きく貢献をするというふうに思っているので、これから私たちがこの先持続可能で豊かな暮らしを作っていくためのインフラになってもらえたらいいなと思っています。